久男くん、たけちゃん、おーい、始まるよ、やるよ、やるよ。そうだ、準備万端です。はい、太田屋は群馬県太田市に来ております。イエーイ。こちらはですね、愛とアストロノミアの MV 撮らせていただいた金山城跡でございます。はい、そのガイダンス施設に来ております。イエイイエイイエイ。はい、すごいですよね、ここね。こう、私今太田市の上空に立ってます。上空にいます、ね、巨人です、ね、巨人です。ちょっと踏みにくいですよね、ここね、歩きにくいですね。はい、来ております。せっかくね、この金山城跡ガイダンス施設に来たんですから、はい、あの曲を歌いましょう。はい、行ってみましょう。愛とアストロノミア。
太田市にやってきたということで、あ、ちょっとみんな待ってて、待ってて。お待たせしました。はい、帰ってきた。帰ってきた。それでは、それでは、太田市&金山城跡ガイダンス施設の物販紹介。イエーイ、イエーイ。はい、まずこちらのトートバッグ、めっちゃおしゃれですよね。かわいいんです。これ私もいただいたんですけれども、これちょっとめっちゃ使いたいトートバッグ、ガイダンス施設の建物をイメージしてのデザインになってるんですよね、うんうんうん、はい。そしてこのデザイン、金山城の石垣をイメージされてるそうです。もう無数にね、はい、いろんなところにデザインされてて、ね、めちゃくちゃおしゃれな建物ですからね、そのトートバッグでございます。はい、そしてそして、じゃじゃん、金山城ステッカー、イエーイ、イエーイ。お、なんかすごい形がかっこいい。すごいかっこいいんですよね、うんうん、この2つあるんですけれども、 2種類ありまして、金山城ってよく見たら書いてあるんですよ、うんうん、はい、このステッカー300円で販売しております、うんうん、はい。そしてそして、もう1個ステッカーがございます。フラク城ステッカー。フラク城、そう、金山城は戦いで負けたことがないんですよ。だからフラク城って呼ばれております。落ちない城。そう、すげえ。これなんか受験シーズンとかでもいいんじゃないですか、お守りに。あ、まさに、ね、いいね、車とかに貼ってくださいかっこいい、渋いですよね。かっこいいですよ、これ貼ってあった、はい、こちらのステッカーは200円で販売しております。そしてそして、これね、私すっごい気になってるんですけれども、じゃじゃーん、フラク城の御城印。御城印、そう、御朱印じゃなくて御城印。だから御朱印って、あのお寺とか神社とかで、押して書いてもらえるじゃないですか、うんうん、それお城バージョンでございます、うんうん、最近流行ってるんですよ、いろんなお城で書いてもらえるらしいんですけれども、こちら金山城跡の御城印でございます。こちらも300円で、書いていただくことができます。このね、今紹介したものすべて、金山城跡ガイダンス施設でゲットすることができます。ここですね、要するにね。そう、ここ、ここで買える、この場で買えます。はい、そしてそして、ラスト、ラスト、ラスト、もう一個ございます、ね、うん、じゃーん、大田カルタ。カルタ、はい、これもお正月なんかにいいんじゃないですか。大田にね、まつわることが書いて あるカルタでございます。カルタとかやりますか最近ね。どうだろう、30年以上やってない気がするな。子供の頃やったうっすらと記憶はあるけれども、最近やってないから、ね、やってない。ちょっとこれやりたいですね。やろう、大田屋でやろう。これやったら大田市について詳しくなれます。なれます、なれるらしい。わ、やった。ちょっとこれは大田屋として絶対やりたいね。やりたい、やりたい、ね、やはやっぱり大田屋のやって書いてあるんですかね。わかりにく、大田屋のや。おが大田屋のおになんじゃない。おじゃない、それ大田は大田屋のたになるからね。あいう、すごい、わけのわからんあいうえお作文みたいなね。なってます。いや、もっとね、すごい、あのちょっと開けちゃいますね。大田カルタ、あ、最初のアワですね、はい、アジサイの詩が書いてありますね。アジサイの詩か、アジサイに関する詩が書いてありますね。太田彩香ではなかったですね。太田彩香のアじゃなかったですね。はい、ぜひぜひ皆さんゲットして、お家でね、過ごされる方も多いと思うので、家族で遊んでみてはどうでしょうか。以上、物販紹介でした。